説明しよう。ハクオールマイティとは、ハクがどんな牌としても使える。もちろんハクを捨ててしまったら全てが不利点。今回対戦するのはこちらの4人。そして実況解説はこちら。選手の皆さん、準備はよろしいでしょうか？おお。それでは開始してください。お疲れ様です。お疲れ様です。噛んでますよ。お疲れ様です。お疲れ様です。始まりました。エキシビションマッチはハクオールマイティです。はい、はい、はい。ちょっとももやんテンション低いね。ももちゃん、はい、そうそうね、来るわけじゃないハクオールマイティです。今のところは見えないですね。はい、はい、さささ、ハク抜いてきた視点バッチの部屋のもうちょっとやさぐれてるじゃないですか。やさぐれももやになっておりますが、あれも普通の手テンパりそうだし確かにちょっと若干あの、ね、若干おこですかね。おこですね。普通の手テンパりそうでつまんないしブラックモモは出てますよ完全に。はい、ちなみにこちらのエキシビションマッチは、トンナン戦で行います。トンチャに小林、ナンチャに新井、シャーチャに足立、ペイチャに福田です。トラが数番です。さあ、ハクの行方が、ね、見えない。これ全部山なんですか？これそうですね、はい、4枚でもみんな普通に手がいいですね。みんなそう普通にテンパりそうですね。ちょっともやん帰ってきて帰ってきて。メンツってこんな簡単にできるんだ。さあ、本当に皆さん ね、あの早そうですけれども、はい、なんか普通に白なしでぶつかったりしたら面白くないんですけどね。本当そうですよね。はい、さあ、こちらもイーシャンテンになりました。でもこれみんな広いイーシャンテンとかだともう白引いた瞬間にテンパイですもんね、大体。そうですね、白はもう引いた瞬間に あここに行きました。はい、これでテンパイですね。あ、これテンパイですか。はい、お、まあ、どっちを切るかですが、はい、6球1を切れば6球走6球ピン、はい、9走切ったら6球満6球ピンのテンパイ、はい、どっちにしても4ベンチャーですかね、はい、まあ、ね、9ピンが高めですかね。そうですね、9ピンで3色ですかね、はい、さあ、福田からリーチが入りました。払いは左手が邪魔ですね。そうそうね、左手が新井さん、そうそう切ってきましたね。ハクを取ったら高い方に取っていいんですよね。そうですね。これ5、小林、あ、ローマン、これ補充ですね。6球満6球走だったと思うんで。ありますね。はい、これでリーチ3色。そうですね、6、はい、そうすると、そうそうそう、あ、なるほど、あ、ちゃんと移動してくれましたね、うん、ありがとうございます。はい、はい、ピンフはつかないけど、そうです、そうです、はい、うんうんうん、はい、はい、なんかみんなフラドロ、フラドロはね、あのリャンワンだったら乗ってます。うん、よかった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 、何だろう、罰ゲーム。どうしたんですか、足立さん。あれは何だろう。うん、なんかね、よくわからない。もう怒って返信したするみたいなこと言ってましたよ、それがさっき。え、言ってたんですか。はい。なんか怒ったの。え、なんで、なんで。そうだね、で私はゴーさんに返信しましたけど。僕も新井さんに返信しましたけど、ね。ね、皆さん返信してますからね。え、なんだろう、よくわかんない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、いや、なんか、え、ちょっと待って、ちょっと今一瞬おかしくなかった。福田誠人手配に白が2枚あるんですけど、それどこじゃない、そういうことじゃないんですよ、もはや。あれ、え、ちょっと待って、次移りますよ、うん、次あれ、なんかなんかもちゃもちゃなんだけど、毛深いんだけど。あれ、ルイカちゃん手がえもちゃもちゃになってる。すごい、なんかすごい毛深くなっちゃった。服も変わってないだって、あれ何よ、ね、え、ちょ、リアルにエリちゃんがビビってるんだけど。おお、びっくりした。すごい、みんな手だけで分かるんだ。え、すごい、え、みんな手で分かったんですか。手で分かる。全然分かんなかったんだけど。手だけで分かる。
今あの見始めた人はもう何が起こってちょっとあれだね、びっくりするね。そうですね。ちょっと待って、え、ちょっと手がとか怪我、なんでちょっとぼかしてきたの、しかも福田さんの吐き気前の手が頭に入らない全然、ね、やばい、これ、福田さんの手め多分すごいいい手なんですよ、これ。そうですね、おそらく2枚まだテンパではいないですか、ね、これそうですね、でもただ次の有効杯はもうテンパいですね。しかもあの足立さんらしき人がテンパりましたよ、これ。そうですね、あ、逆に、はい、本当だ、あ、そう、これわかるよ、私でもわかる、これ。ウッパーソー3品、ウッパーソー3品、そうです。あー、あー、いいな、先輩。私もっとオールマイティだったらあげれたかもしれない。そうですね。そう。大丈夫。いつまでもグレてるとちょっと絡みづらくなるから。絡みづらくなる。ちょいちょいなんか出ますね。ちょいちょい。あれ、これ福田さんもテンパったじゃないですか。テンパですね、これね。何を切ると何待ちなのか、これは全然わかんない。ウーパーソーサブウーソーウーパーソーと数腕の周り全部、あ、でも数腕を切ると、数腕を切るとピンズの周りいっぱいみたいな感じですかね。そうですね、うん、お、その方がいいのか、うん、どっちがいいんだろう、え、どっちがいいのかな、え、どうだろう。でも数腕の周り全部も結構背が高くないですか、これ。2、3、4、5、6、ちょっと全部いく、そうだね、2、3、4、5、6、そうか、あ、でもこの方がいいのかも。頭の部分が確定しなくなる分、え、4、5、6、4は上がれますか。4はなんかね、ダメか、ダメそうだ、4ダメ、5、6、7、8、9、ね、同じか。ウーパーソー5種類の、あ、本当は使ってる枚数も一緒だから一緒ですね。なるほど、ウーパーソーとチーピの周りか数番の周り。そうですね、ということは、まあ、まあ大体福田、お、あ、これは助かってた助かりましたね、これ。まあ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 、これ簡単なやつですね自分積もりましたね。はい、ピンフでも取れるやつですね、うん、ピンフに取れる、はい、ピーチ一発もピンフドラ、ドラ、はい、裏、あ、裏じゃない、3600ですかね、はい、3600ですね、はい、うん、合ってるかな、うん、合ってます若干ね、こう点数計算、うん、点数は分かんないですよね。そうですね、だみんなでいろいろゴリゴリ変えて、うんうん、まあ、あの白を、ね、このメンツだったらさすがにすぐ分かる。そうですね、パーピンキューピン789とかにするとピンフもついて、うん、そうですね、対応にはなります、はい。もうね、さっきからそういうことですね。1曲だけ左利きなんでね。そう、うん、そうですね、そう、はい、あ、ハイパイがむちゃくちゃいい。あれ、リリカちゃん、あれ、あ、あれ、あ、戻ってる、あれ、あ、でも何、変身会場ずっとリリカちゃん、あれ、リリカちゃんまた戻るのかな、あれ、あれ、謎ですね。さっさ、あ、そう、あれ、福田さんまた白が2枚ある。でもね、泣いちゃう、足立さんもね、結構いい手でしたよ、ね、まあ、泣いちゃうって、あの、多分白出てこない、白出てこない、出てこない確かに出てこない。これ結構いい手配じゃないですか、うん、そうですね、親の足立が、うん、ですね、はい、あれ、これ第三弦、第三弦にはそう厳しいね。白を白として使わなきゃいけないですから ね、第三弦の場合はね。なかなか難しいですね。はい、国士とかだったらね。そう、ああ、なるほど、国士ね。国士だけは白を白として使える。なるほど、そうですね。え、何が？さあ、チュンをポンしていきました。チュンをポンして、まあ大体本一にしそうな感じですね。ああ、そうですね。うん、ウーピンと中盤切っていく感じですかね。これじゃどうするんだろうな。あ、そして泣きましたね。はいはいはい。はい、福田がローソーを打ちしました。して、はい、トンを切って、そのトンを、はい、親、はい、の足立さんがポン。はい、さらに打ちして、あ、難しいな。みんなどんどん。あれ、あ、もうこれすごい広いテンパイになりました。むちゃくちゃ広いんじゃないですか、これ。これはテンパイですね。これはテンパイですね、おそらくね。ウーピン周りと、はい、チーワン周りが全部上がれるということですか。はい、
なんかちょっともったいない感じがしますけどね。うん、4、5、6ですね。そう。そうそう、めっちゃ安くないですかあれ。そう、2000点ですね。1000点でしょあれ。なんかこれ本位、なんか流派切って本位に向かった方が、でもあれかトップ目だからかな。なるほど。うん、こうすると、こうするとどうしても本一にはできないですもんね。できないですね、うん、ね、あ、なんか変えてた、まあ数層周りと海周りってだけ、ね、あんま変わんないですね。打点は一緒です。6面、まあ、ただ6面待ち、想図なんか引いた時にもうね、本一の天敗なんで、知らないですね、はい、でもそれだったらリュファ残しといた方が良かったような。あ、ここでルルイ天敗、はい、天敗ですが、出る牌が大体これ当たりじゃないですか。はい、当たりです。はい、こちら三蔵が出ましたね。これ何が何だかですね、これね。あのウーピンは何なのだ。千点ですね。千点です、ね。ウーピンがあるので千点ですね。なるほど。うん、これチーとかチーして白炭器にして何でも確かにチーしたら、あ、ね、あ、それ面白いですね。うん、ですよね。そうか、チーしたら。ただ無限短期です。無限短期。無限短期だから、あれなんじゃないですか。積もらなきゃダメな。そうですね。でも次持ってきた時に積もって言えるのか。そう、ソーズ持ってきた時に積もって。ああ、じゃあなんかそっちの方が良さそうですね。ソーズかドラでいいから。おー。面白い。面白い、うん、面白いですね。うん。ただトップ目の余裕でしょうかね。あれをあんないい手を先手で。そうですね。はい、それでは今日4曲です。とんでもない手が来ましたよ、これ。おお。ちょっと郷さん、これはどうなんですか、上がりとかあるんですか。郷さん、これ郷さんが困ってる、郷さん困ってるんじゃない。上がれるのか、上がれるのか、どうなんだ。ダブリーダブリーダブリーもしてず、さすがにダブリーはしない、ちょっと待ってよ郷さん、ちょっと、あ、並び替えでもあれか、まあ、他のところバラだ、バラバラだもんね、あれね、結構、まあ、手、そっか、と一応今イーシャンテンうん、これはもう天敗なのかなのか。あ、難しい。三層か数話にくっついたら、まあまず天敗なんでしょうけど。そうですね。ゴーさんに譲ってよかった。これはややこしいですね。確かにね、これは相当難しいですよ。うん、この並び方がこれはもう、あ、でもまあまだまだ天敗っちゃ天敗なのかな。いや待ってください。いや、これはね難しいですね。いや、天敗じゃないですね。天敗ではない、イーシャンテンですね。どっかくっつい、あの近くの牌引いた瞬間天敗です。あれはもう、ね、いや難しい。うん、あ、いや、さすがに天敗しましたね、これは。はい、天敗です。天敗だけど、天敗で、だけどだけど天敗で、まあ地層切ると、地層切ってのウーピン数万周りですね。はい、はい、うんうん、ユーピンか数万切れば、まあ、ってことか。え、パス？パーソー切るとかあるんですか？なんでパーソー？パーソー？もう天敗？あ、でも頭が、うん、あ、違うか。うん？これパーソー切るのは？パーソー切ったら天敗じゃないですよね。天敗じゃないですよね。はい、うん、まあそう、そういうことですよね。お、リーチに来ました。はい。はい、この頭がない方たちが、チーワンね、チーワンと、チーワンはそうです、スーワンと、スーワン周りと、スーワン周り、そうですね、スーワン周りと、ウーピン周りと、チーワンですかね。ウーピン周りはこれあれですか、ん、でもピン図がこれ下に伸びたりして、イーピンとか上がれるんですかね。イーピン上がれないか、さすがに。イーピンは無理そうですね。そうですね、イーピンはないかな。まあだから、ピンズの3、ピンズが3から7と、マンズが2から6と、2から7か、2、3、4、5、6、7、2、3、4、5、6、7、マン、3、4、5、6、7、ピン、はい、はい、そうです。難しい、もう何面ちゃんか分かんないです。そうですね、だいたいあの街が 3種類っぽい感じになるんですけど、だいたい周りみたいな感じで分断する。3、4、5、6、7、ピン、2、3、4、5、6、マン、チーマン、はい、何面ちゃんですか。はい、9面ちゃんぐらいありました。いや、11面です。11面、うん、5と5と1ですね。はい、うん、これ積もれないんですね。全然積もれないんですね、これね。なかなか積もれないですね。はい、実際にもハイパイでハクが3枚あるともうほぼ上がったみたいな感じですね。すごい、これはすごい、ね、11面待ちですよ。はい、麻雀をやってて11面全然上がらない。9万は違う。
そして新井さんがテンパった休めの日で、そうですね、大体ウーピン切って補充な新井さん、ね、新井さんはイーピンを切ってほぐすんじゃないでしょうか。なるほど。でもで、ね、いかにもタメちゃんっぽい人がいるからどうするんでしょう。ああ、なんと一応補充回避ですね。こんなあの三色にならなかったら上がれなくていいみたいな。そう、まあおそらく町がちょっとね、貫禄はないですもんね。あ、なんと4枚目のうちの積もるとかあるんですか。これならいいわ。これはもう、でこれどうなるんですかね。面リーうん、なんかでもね安そうなんですよね。メンピンツもドライチには絶対取れるから、ね、メンピンツもドライチにはできそう。とりあえずメンピンツもドライチですね、メンピンツもドライチですかね。はい、メンピンツもドライチです。2600ですかね、はい、派手な割に安いで す、ね、ですまさか安いです、ね、ハック4枚使って上がるとかあるんですねこれ。はい、初めて見ましたよ。1300、2600ですね。はい、はい、面白い。その白4枚使った方にはちょっと安いです。そうです。もうなんかインパクトにちょっと欠けますね。しかもいつでも上がれそうですよね。そう。ただ白はつもぎるわけにいかないですからね。ズル号って言われてる。さすがに今のはずるいですね。これは。ずるいですね。コストパフォーマンスは相当悪いです。そうですね。うん、いやでもなんか郷さんらしい、うん、なるほど、確かに郷さんらしい感じですかね。郷さんらしいかな、うんうん。スリアドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。スリアドチャンネルでは麻雀や人狼の動画をほぼ毎日アップしてます。チャンネル登録はこちらにお願いします。高評価もお待ちしてます。